どうも料理のお兄さんリュウジです。最近ね、もっと笑えって言われるんで笑おうと思います。ちょっとね、僕歯がね、自分の歯があんま好きじゃないのであんま笑わないようにしてるんですけど、自然にね、笑わないようになっちゃうんですね。でも、やっぱりね、YouTube はね、楽しい気分で、見ていただきたいなと思って笑おうと思います。はい、笑えばいいと思うよっていう感じでね、はい、ちょっと分かる人にしか分かんないネタでしたね。はい、ということですね、まぁ、ちょっとにこやかになんかね、よく言われるのね、機嫌悪いみたいなそんなことないんですよ。普通に朗らかな気持ちでやってるんですけども、笑っていきたいと思います。ちょっと表情硬かったら言ってくださいね。はいちょっと頑張ろうと思います。はい、ということで今回はですね、もうめちゃめちゃ簡単にできる、しかも低糖質な厚揚げのチーズ煮浸しっていうですね、もうめちゃめちゃ簡単でめちゃめちゃ美味しい、レシピがありますので、こちら、もうパパッとやっちゃおうと思います。はい、じゃあまずですね、もうね材料ねほとんどないので、もうすぐ作っちゃいます。まずですね、この絹厚揚げです。この絹厚揚げ、これめっちゃうまいですよね。これまあ普通の厚揚げでも全然いいです。でこちらを1枚グラムにして大体 150g ぐらいだと思います。はい、これ入れちゃいます。その上にですね、とろけるチーズ、僕はチーズ大好き人間なのでチーズ、ね、2枚使いしちゃいます。大体こんなんですね。こんなんですね。はい、でここにですね、3倍尺のめんつゆです。めんつゆとね、チーズ結構合うんですよ。小さじ4、 20cc ですね、流し込んでいきます。でここにですね、水 60cc、 これザーッと入れます。はい、この状態でラップしなくて大丈夫です。2分半チンです。600ワット2分半です。はい、ということですね。うまそうっすね、これね。これもうね、もう熱々です、これ熱々。はい、でここにトッピングをしていきます。うまそうだね君。ネギをね、ちょっと散らします。はい、でまあここはお好みなんですけども、ラー油か七味なんですよ。和で統一するのが七味なんですけども、今回は中華の、あれも入れちゃいたいと思います。これで、チーズが洋で、だしが和なので、和洋中全部この要素が入ってね、チーズ煮浸しになりますので、ちょっとラー油を、はい、今回はね、ラー油で、いきたいかなと思います。はい、ということで厚揚げのチーズ煮浸しの完成です。うまそうかな、これは。はい、それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。今回はですね、完全にこれおつまみですよね。なのでこの間ね、ちょっといただきました、これ、ね、長岡っていうですね、日本酒ありますので、なんかね、あんまり手に入れられないやつらしいです、わかんないですけどこれと一緒に、すいませんね皆さん、すいません、ちょっとこれ僕ね、日本酒には目がないんでね、これと一緒にいただきたいと思います。ん、若干ね、辛口っぽいですね、純米大吟醸。まず日本酒からね。ちょっとこの日本酒を褒めすぎちゃうと何の動画か分かんなくなっちゃうので、さらっといきますよ。もうね、酒感ない、すごいすげえ今流行りの味します。本題いきます。本題のこのチーズ湯豆腐、チーズ厚揚げチーズ、まあ何でもいいや、もう食べます。これはね、おつゆと一緒にね、召し上がってくださいね。一緒にいただきます。うまっ、生きててよかったわこれ。ね、最近寒くなったじゃないですか。ね、こういうね、ほっこりしたね、おつまみほんと身に染みるんですよね。めちゃめちゃ美味しい。まあそりゃそうです、めんつゆと厚揚げって合うじゃないですか。厚揚げとチーズって合うじゃないですかって言うとしたけど、そんなにやんないか。いやでもね、合うんですよ、すごく。このね、ちょっと甘みのあるめんつゆと一緒にこのチーズでコクがプラスされた厚揚げ、このね、絹厚揚げがまたうまいんです。これがこれをね、一緒に食べることによってね、本当にね、ほっこりします。もう冬場のおつまみ、これやってくださいよって感じですね、これね。いや、いいの紹介しちゃったな。これから寒くなってきますからね。またラー油の辛さ、もう酒が進みます。なんか僕は YouTube やったのが、皆さんとね、一緒に料理をこう、皆さんがやってくれて楽しい
一緒に楽しめればいいなと思った、あのなんか、ね、そういう、こう大きなこう思想があってやったんですけど、すみません、もう最近ね自分が楽しくてやってるあのなんか僕もう自分でこうやってやってるんですけど、たまにはなんかね、外でやりたい。酒場ホール、僕吉田瑠璃さんがすごい好きなので、酒場ホールもこれ、ね、ずっと言ってます。僕2年ぐらいずっと言ってる、酒場放浪記やりたいって、はい、なので、スポンサーさんよろしくお願いします俺らでやってもいいか、うん、俺らでやってもいいね。やるそうね、どうなんだろう、それってサブチャンでやった方がいいのかな。サブチャンでやりたい、サブチャンでやりたい。じゃあすいません、もうちょっと、登録数が増えたらサブチャンでリュウジの酒場放浪記やると思います。はあ、じゃあ今日はこれの余韻に浸りたいので、皆さんぜひ作って一緒に飲みましょう。はい、それではですね、今回の料理作ってみたいなとかですね、やってみたいなって思って、いただいた方、ぜひですねチャンネル登録および、高評価よろしくお願いします。